みなさんこんにちはこんにちは初めての方もいつもの方もラジ歴を聞いていただきありがとうございます歴史大好きな私リートンと好奇心旺盛なソッシーでお送りしている思わず誰かにシェアしたくなるそんなゆるい歴史の話ですそれでは本編をお楽しみください今回は元祖太陽の静まる国として16世紀のスペインを中心にお届けします 僕はサッカーが好きで、スペインと言ったら無敵艦隊という言葉が思い浮かびます。歴史上にさんさんと輝く大きな話を、ぜひ最後までお聞きください。いやー、すっかりね、あのー、天気も雨模様で、はい、冬も始まった感じの寒さですね。はい、太陽が。 恋しいい限りででございますすそうですよねやっぱりね太陽というものは一回ね太陽についての信仰とかこう太陽をいかに昔あがめたてまつってたかという話はしたこともあるんですけれども、はい、今回は太陽つながりということで元祖日の沈まる国スペイン海洋帝国についてちょっと話してみたいと思うんですけれども<ー>大航海時代といったら、はい こうまあ、スペイン、ポルトガル、あのイベリア半島、はいうん、ヨーロッパの突端、一番こう西側にある、まあ地中あ、地中海じゃない、ごめんなさい、大西洋に面した、はいえー、ポルトガル、スペインというところが、こう大航海時代のこう最初のキーパーソンというか、キー国家、キー中心的な国になっていったわけなんですけれども、最初に、ね、先行したのはポルトガルだったわけですよ。 スペインではなく位置関係的にも若干西、さ、ね、らに西どん詰まりというかイベリア半島の最先端最西端だったので最西端のところからポルトガルがこうアフリカをどん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 ん南下していき、うん、でこうくるっと回ってインドにたどりつくっていう,、はい、こうアフリカ海岸を回っていく。うん 航路を見つけていくわけなんですけれども、ほぼ同時期より若干遅れたぐらいから、スペインもこう大航海時代に乗り出し、はい、アメリカを最初に到達した西洋人としては、当時の大航海時代において到達したのは、最初がコロンブスだったんですよね、はい。このののコロンンブススは到達したのが年でスペイン王室の、はい こうバックアップを受けてこう支援を受けて彼は到達していったわけなんですけれども、はい、でそこからどん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 スペインの方がいろいろと力を蓄えていくわけなんですね、あのー、アステカ帝国とかインカ帝国こういった南米の中南米の国々をこうどんどん滅亡させ支配下に置いていきっていう流れでスペインがどんどん。 こう出てったとアメリカ大陸に対してはスペインがすごくパワーを持っていった。でポルトガルについてはどうだったかというと今中南米でポルトガル語を公用語にしている国一つあると思うんですけどどうでしょう、うんはい ブラジル,ラジルなんですねブラジルの方、はい、要は南米大陸の東側、うん、こっちはポルトガルの領域だったわけです。はいまあ、アフリカ海岸、アフリカとも、ね、地,中海あ地中海、また地中海、大 <laughs> 西洋の向かい合った両端を、うん、こうポルトガルが押さえていくと、うん、いった形になっていくんですけれども、当然、地球って丸いので、こうスペインの方から、えー、アフリカじゃない、ごめんなさい。 南米大陸の南コロンビアとかそっちの方アルゼンチンとかパ,パラグアイとかこういったのを抜けていくと太平洋側に出ますよねとで太平洋側からくるっと行くとそこであるところに到達するわけですと,あるところハワイちょっとスペインつながりなのです、ね、ス,ペなスペインつながりなのでフィリピンにたどり着くわけですフィリピンというのはフィリペのものっていう意味なんですねあ確かに なんかゴロが似てる。ゴが似て、はい、で、もともとねフェリペさんっていう人がスペインにいたわけなんですけど、はいうん、そのスペイン海洋帝国の最盛期の君主と言われてる男はフェリペ二世という男がいるわけなんです。はあはい、このフェリペ二世、はい、なんか聞いたことあります？いやあのー、ないんですけど、なんか数字がつく名前が出てきちゃったなと思って。本当ですか？はいうん、<laughs> あのー、フェリペ二世という人は。はい あのまあ、これは結構知ってる人もいるんじゃないですかね、はい、アルマダ海戦、無敵艦隊。あアルマダ海戦海戦無,無,無,無敵艦隊はなんかよくサッカーのチームも <laughs> 出てきますよね、はいはい、バルセロナでしたっけ、えー、バルセロナもそうだし、うん、スペインのナショナルチームもアルマダ無敵艦隊というわけなんですけど、はいうん、スペインが当時海洋帝国として誇った艦隊。うん あのが無敵艦隊というふうな名前で言われていたんですけれども、このアルマダを使って、イングランドを征服しようと、当時のイギリスの女王はエリザベス一世、このエリザベス一世を倒そうということで、フェリペ二世は自分の自慢の無敵艦隊をイングランドに派遣した。ところが そこでで負けちゃったんですよね無敵艦隊が,艦隊が小回りの利く船たちによって戦って戦わやられて、はい、無敵艦隊は負けてしまったとでイングランドを征服できなくてっていうことでこうなんとなくフェルペ二2世っていうと最後そのアルマダ海戦に負けたっていうことがあるので斜陽スペインが終わっていく様のある種象徴的な部分もありつつただ彼自身1571年 アルマダ海戦の17年前、20年ぐらい前にはレパントの海戦というギリシャ側、地中海でですね <はい S 1> あのようやく地中海の話が出てきた、<おー S 1> <laughs> ギリシャの沿岸部でこうオスマン帝国、当時こうイスラム教の国としてすごく勢力を持っていたオスマン帝国、これを倒したんです、レパントの海戦で。ベネチアとえ教皇ローマ法王の 法王とかえスペインがまあ中心になって、混成軍を作って撃破したんですね、<はい S 1> なかなか、もともとなんで大航海時代をスタートしたか、いろんな説、いろんなものが複合的には当然、絡んでいるんですけど一つ大きいところは地中海の西海圏、地中海を抜けてアジアに行くルートをオスマン帝国に抑えられてしまってたんですね。通通通るるるここ <はい S 1> こととととががががででできききなないいそうたとしてもオスマン帝国がすごく関税をあ 取ったりとかオスマン帝国を超えていかなきゃいけないので彼らに対して何かしらこのお金貢ぎ物をするなり関税を支払うなり通行料を払わなきゃいけないっていう事態になってしまったと,、はい、と。 友好国も限られている中、うん、え陸を通って、地中海を通ってはアジアに到達できないっていうことから、じゃあ西回り、アフリカを南に回ったらいけんじゃないかと、あるいは地球っていうのは丸いんだから、西に西に行けば、やがてアジアにたどり着くはずだと、こういった動機があったわけです、ところが、勝っちゃったんですよの海戦海をわざわざ越えていかなくてでもよくなったわけじゃないんですけけど要はそれだけアップ 制といいうかこう屈服してしててまっていた要はオスマン帝国の方が強い強いとなっててこう東には行けないって思ってたのが倒しちゃった、勝てちゃったっていうことでそこで劇的にすぐあの時代が変わるわけじゃないんですけれども一つ、やっぱりエポックメイキング的な大きい西おらヨーロッパも戦えるんじゃんいけんじゃんっていう思い。これを 成し遂げたっていうことで、うん、もうやっぱアルマダ艦隊って名前だけじゃなくて実際に無敵だったんですよ、はい、当時、うん。そのアルマダ海戦、アル,海戦アルマダ艦隊、艦隊その戦いが行われる前からそろそろ俺ら行けんじゃねえっていうような雰囲気がてそ。そうごめんなさいその戦いというのは何だ戦い。あごめんなさいそのオスマン帝国を倒したっていう。あレパントの海戦。レパントの海戦か。うん、レパントの海戦の前って。 なんかそろそろ俺たち力つけてきたからオスマンとってそろそろ倒せるんじゃないっていうのはう気分。 もちろんそれは戦い以上はね勝つ気でいくっていうのはあったわけですけれども、やっぱり、とはいえ、これも勝ったとはいえ、僅差の勝利だったわけなんですよね、ただ勝ったこと自体がやはりすごい大きい価値を持っていて、もちろんそこで圧勝というような戦いにもできず、ああお互い指揮官クラスの死者も出ていたりとか、そういった困難を乗り越えて、ようやく 勝ったと <うん S 1> とはいえ、なかなか勝つそのイスラム帝国に勝てるということがこうなかなかなかった特にオスマン帝国 <うん S 1> でところがスペインってもともと一時期はイスラム教徒の支配下になっていたのでそこからレコンキスタも成し遂げそこから100年弱経ってオスマン帝国も倒しなかなかこう俺、いけんじゃねえ俺、やっぱ強いんじゃねえと。 1571年,15年の9年後ですね、1580年にはポルトガルとの王様もフェリペ2世兼ねるようになるんです、はい。だから、ポルトガルの領土も自分のものになったので、はい、ここでこう元祖、日の沈まぬ帝国が成り立っていったと。ブラジルもフェリペ,ペ,ペ2世のものになり、アフリカの。 こう東岸、西岸にあるポルトガル領も彼のものになり、インドに当時あったポルトガルの拠点も彼のものになって、日が沈まない、うん、常にどこ,かの領どこかでは太陽がさんさんと輝く、おわーっていうね、太陽我々も今、干してますからね欲している太陽が必ずどこかではあると、日の沈まる、うん、これで生まれるわけです。ここれがが誕生してたわけです、うん、ところが さっき、ね、言った1588年のアルマダ海戦でイングランドが勝ち、これ、もともとアルマダ海戦ってイングランドとスペインの戦いっていうことはご存知の方も、ね、いたりとかすると思うんですけれどもその何が目的だったかっていうと、はい、当時、スペインのフェリペ2世の領土だった、あのー、オランダ、ベルギーのあたり。はい この辺りをこうの全体的なところがスペイン領だったんですけど、まず北部、要はオランダの方ですね、オランダ側、北部側が反乱を起こして、もうスペインの言うことは聞かないぞということで、オランダが独立運動を起こしていくんですでこのオランダの独立運動をイングランドが支援してたということで。 ちょっと悲しめなきゃあかんなあっていうことで上陸しようとしたら返り討ちになってしまったということなんですが1588年のアルマダ海戦以後もあのフェリペ2世はその後10年生きていくわけなんですけれども彼の最後の方ではあのスペインでもペストが大流行したりとか疫病のそういったものがこうなっていきそしてついに最後。 こう彼が死ぬ頃にはですね1598年16世紀が終わっていく中ではもうスペインのこう栄光というのはついに消えで1600年以降東インド会社というのをオランダとかフランスとかイギリスがどんどん設立していき英仏乱の時代になっていくとでその後アメリカ大陸にもこうイギリスの植民地ができたりとかニューヨークは昔ニューアムステルダムだったんですよね オランダの植民地だったし、フランスはカナダとか、フランス語、いまだに公用語ですし、公用語の一部をなしてますし、ルイジアナっていう、中国じゃない、アメリカの中央部っルイジアナって名前なんですけど、これはフランスの王様の名前のルイから来ている、ルイの土地って、ルイのものっていうふうになっていき、主役がスペイン、ポルトガルから、やがて。 英仏ランの時代になっていくということでスペイン海洋帝国最初に日の沈まる帝国を成し遂げていったわけなんですけれどもいよいよそれが16世紀で沈んでいった太陽が沈んでいくとなるほどあっという間に沈んでいってしまったあっという間っってもね200年そ,のね、うん、そうですね。 15世紀の頭ぐらいからスペイン、はい、ポルトガルが大航海時代を始めていき、うんまあ、最盛期は50年ぐらいだったとしても、うん、まあ200年の中こう歴史の教科書の結構なページ数をもたらす勢いになってたということですね、うん。はい <laughs> そ 客観なんか直感的に思うとそのフランスとかイギリスとかに比べると少し弱い印象があるんですよね。なののののでその時の勢いいっていうのが なぜ維持しなかったのかなっていうのは、うん、気になるところかなと思いますけどそうです、ね、だからこう戦争にやっぱり一つ負けていってしまったこと、はい、やっぱ財政が肥大化していったいろんな海外領土を維持するための財政をどういうふうに収、うんあのー、めていくのかっていうこと、はい、こういったことをやっぱりね意識していかないまんま、うん、やっぱりどん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 放漫財政で軍隊も肥大化していき で結果としてしかもその軍隊が負けてしまったと、はいうん、いうこともあって、まあ財政的に厳しくなったっていうのが大きいところですね、うん。改めて太陽をその見続けるっていうのは難しいことなんだなって。太陽ね、うん、あのまあ必ず昇った太陽はいつか沈むうん、うん、ということですよね。なんかそのサイクルの中でまああのしっかりとバランスよく生きていくっていうことが大事かなっていうふうに思いましたね。ラジオ歴史小話お相手リードとソシュレさん。